謎解きドローカルミステリー in 久留米。今は駅の近くのにぎわっているエリア、ほとめき通り商店街の前にやってきてます。今回の謎解きの舞台は福岡県久留米市。県内で人口第3位を誇る自治体だ。また B 級グルメの聖地とも言われるほどバラエティ豊かな食文化が存在する。そこで今回はこんなミステリー。海のない久留米市で発見、ギョギョッと驚くケーキ。海とかギョギョって書いてありますからフィッシュですよね今日は。なのにケーキ。せっかく商店街ですから鮮魚店とかそういったところに情報を求めてみたいなと。それではレッツギョギョー。地元の鮮魚店を巡って情報収集。どれかをケーキにすると思ったらどれがいいですかね。ケーキに入れるんですか。デザート。海の幸が関係ある驚きのケーキがあるみたいで。多分ですけど、はい、電動寺やったっけ、大善寺やったっけ。大善寺の、はい、やっさけ。つぶがみんな違うよ。ちょっといや、いろんな違う名前が出てきたんですが、魚政さんってとこがお魚のを使ったケーキを作られてるんで、多分そこのことじゃないかな。お魚を使ったケーキ。そうです、そうです、そうです。ちょっとボビーしよう、そこはギョギョって言わんのかい。さらに別の鮮魚店でも、つぶくの魚政さん、はい、はい、有名なお店です。ギョギョッと驚くケーキがある。魚政さんのでしょ。ケーキなんですか。はいはい、ケーキ、ケーキ、スイーツのケーキ。そうです、そうです。違うよって言われた。今違うよって言われた。はい、魚のケーキ。魚のケーキ、魚のケーキ。はい、食べたことはあるんですか。いや、ないです。あるんで、あるんで。ちょっと、あ、いや、とにかく魚政というお店に魚を使ったケーキがあるのは間違いなさそうだと言いつつ、何やら魚ちそうになるボビー。さて、気を取り直して、西鉄久留米駅から車を走らせること10分。ここですね、魚政。失礼します。どうも、いらっしゃいませ。すいません、アセデス KBC でやってきたんですけど。魚屋さんですよね。そうです、魚料理屋です。こちらは創業45年、老舗の海鮮料理店、魚政。煮付けや刺身など、お魚をふんだんに使った定食が人気のお店とのこと。うわぁ、全部美味しそう。しかし、メニューのどこにもケーキらしきものは見当たらない。なんか、ケーキ探してきたんです。あ、ケーキ、こちらではですね、提供してないんですよ。え、やってない、どういうこと。隣にお惣菜とか専門店があるんですよ。あ、はいはい、そちらでご注文いただけると。え、併設してるんですか。そうです。そう、実は魚政のお隣には魚料理のテイクアウト専門店が。ケーキはここで手に入るのだという。あ、本当、これも魚政。こんにちは。魚を使ったケーキを今日ずっと探してきたんで。はい、お待ちしますね。はい、そう言って店員さんが持ってきたのは、どう見てもケーキが入っていそうな箱。早速開けてもらうと、おー、すごい。ついギョギョーっと驚いちゃう、そのケーキの全貌がこれだ。すごく綺麗ですね。一見スイーツのケーキと見間違えそうな完成度のケーキ。しかし上に乗ってるのは全部お魚。その下にはスポンジではなく、お刺身や酢飯がたっぷりと敷き詰められていて、まさに魚屋さんが手掛けるケーキというわけだ。めっちゃ食べたいです。ちょっと、まあ、お仕事ということでちょっと試食も、はい、かしこまりました。ということで今回は特別に店内でお魚ケーキをいただきます。使うのはお箸ではなく、もちろんフォーク。うまっ。一気にいろんな違う新鮮な魚を楽しめるっていうのがめっちゃいいですよね、はい、見た目も喜ぶし味も完璧ですし、もうハッピーバースデートゥーミーですよ。おめでとうございます。うまい、おいしい。元気いっぱいな光代さんは魚政の代表、刑事さんの奥様。
そして光代さんのアイデアでいわゆるデコ寿司は始まったのだという。ちなみにデコ寿司は他にも。すごい、これもうパッと見たらみんなケーキと思うですよね。これ周り周りお稲荷寿司です。お稲荷寿司です。お稲荷、発想がすごい。そしてケーキ以外にも、こちらはまるで花束のように見えるが、お刺身とサラダで作られたブーケ。またこちらは今の季節ならではバレンタインにぴったりな煮アナゴで作ったアナゴショコラなど、ユニークでかつちゃんと美味しいデコ寿司がたくさん。いや、チョコレートよりもこっちの方がダントツ嬉しいですよとはいえ、一体なぜお魚屋さんがこのようなデコ寿司を作り始めたのか。そこには毎日魚と関わるがゆえの思いが。魚をもっと楽しく、もっと美味しく、もっと身近に感じてもらいたいっていう思いから、はい、そう、きっかけの一つにあったのが日本人の魚離れ。日本では魚の消費量が年々減少傾向にあり、現在はピーク時に比べ 40% 以上も減っているんだそう。なんかいろんな魚をいろんなシーンでご利用いただけるような、そんな商品を作って魚離れにストップをかけるって言ったら大げさなんですけれども、うん、そういったことがうちでできるんじゃないかな。正直久留米って聞いたらあんまり魚っていうイメージはそこまでないですね。海からちょっと離れてるし、うん、海なんかこうイコールなんか博多とかっていうイメージがやっぱ長浜とかっていうあのイメージが強いけど、だからこそ久留米でもしっかり美味しい魚を食べれますよっていうアピールをしたいな。そう、海のない久留米市にも実は立派な魚市場があるのだ。市場の関係者にお話を伺うと、福岡県で4番目に大きい市場になりますね。市内の方はもうほとんど来ていただいてます。やっぱりもう本当インフラの整備が整ってるんで、はい、6時から競りが始まるんですけど、はい、までにはいろんな魚が揃ってますね。でも鮮度が良くて美味しいものも厳選されたものとか、はい、その中で仕入れはできるわけです。そうです、はい、だから久留米でも美味しい魚は食べれます。はい、海から離れている久留米でも新鮮なお魚を食べられることを証明したい。そしてそんな久留米からお魚の美味しさを広めていきたい。この地で長年魚と向き合い続ける夫婦の思いがこのデコ寿司には詰まっているというわけだ。魚でケーキって今日言われたんですけど、はい、どうかなと思ったんですけど箱を開けた瞬間、はい、上政の魚のケーキは本当に、はい、うお、まさに魚のケーキと思いましたうお、まさってちょっと、はい、今つなげてみたいんですけどなるほど、うまい目から鱗です。これは完全予約制での販売になってますので、お店にお電話、オンラインショップ、もしくは店頭でも受け付けてますので、必ず予約をしてからということになります。